では顔料プリンターを用いたパウダープリントシートでの転写の検証をしてみたいと思います。このようにプリントされました。紙残りもほとんどございません。きれいに仕上がりました。線などのデータを使いたい場合はこのパウダープリントシートがおすすめです。次に洗濯に強いアイロン転写シート、白単色生地用でプリントしたものを剥がす検証していきます。こちらなんですが、見ての通りですね、生地がですね結構このように縮まってしまいました。こちらですね、転写するときに高温の設定にしてプリントをするんですが、このマスク自体がですね、ちょっと高温の生地、高温にですね、耐えられない生地、ちょっとこのように縮こまってしまう、そういう現象がございます。なので、ちょっとあまりこの転写ですね、転写したあまり向いていないかなと思います。ちょっと剥がしていきます。はい、このあとですね、仕上げプレスをするのですが、転写した面とそうじゃない面ではですね、ちょっと生地の伸縮に差があり、違和感がですね、ちょっとこの左側と比べ、こちら側と比べるとありますので、あまりこの転写紙はですね、ちょっとおすすめでございません。こちらをですね、ちょっとうまく使う方法としては、温度を、先ほどのこのパウダープリントシートはですね、中温の約150度でプレスしたんですが、150の低めにですね、ちょっとしっかりやってされた方がいいかなと思います。ただですね、この150度でした場合はですね、少しちょっと転写しづらい、または洗濯のりが悪いと、洗濯の強度が悪いということがございますので、150度にしてですね、ちょっと今からまた実験してみたいと思います。ではアイロンの温度を150度に、中温に下げまして、プレスしたものを剥がしていきます。こちらですと先ほどと比べてシワが少なくプリントができました。またこちらで仕上げシートでプレスをするのですが、温度を下げた分ですね、少しこの生地との定着が甘くなりがちですので、しっかりプレスしてください。ただですね、それであってもですね、洗濯の強度は少し弱いかもしれませんので、その点はご注意ください。次に洗濯に強い黒白共用アイロンプリントシールでプリントしました。こちらシールタイプになっていまして、プリントする温度もですね、中温の150度になっていますので、転写は大丈夫かと思います。では取っていきます。はい、このような仕上がりになりました。こちらのですね、文字の部分の白は紙の白で作っています。でイラストに合わせてカッターで切りました。なので文字タイプですね、このクイックアートと書いてあるこの文字を黒だけで表現したい場合は切るのが少し大変になりますので、先ほどご案内したですね、白単色生地用の方を使うとよろしいと思います。でこちらはですね、白単色生地用と黒白共用なんですが、それぞれ染料プリンターでプリントしたんですが、染料プリンターですと基本的に色の変色は少ないんですが、顔料プリンターですと少し黄色っぽい表現になってしまいます。これはインクと熱の相性によるもので、ちょっと防ぐのは難しいところになりますので、その点もご注意ください。では改めてインクジェットプリンター用のですね、アイロンプリントシートでの検証の、まとめをいたします。こちらはですね、パウダープリントシートで行ったものです。線だけがですね、プリントされて綺麗な仕上がりになっています。こちら顔料プリンターを持っている方、またイラストですね、こういう抜き柄をですね、プリントされたい方におすすめです。またですね、こちらはですね、はい、白単色生地用の洗濯に強いアイロンプリントシートでしてみたものですが、はい、このように高温でした場合にはですね、このようにぐしゃっと生地がなってしまいました。これはですね、マスクの生地がですね、あまりちょっと熱に強くないゆえんです。で、実際温度を下げてみてやってみた結果こちらです。こちらはですね、ちょっとお分かりになるかと思うんですが、この生地とですね、はい、
この余白の部分に少しまあフィルム、まあ、ちょっと透明な半透明のフィルムの跡が出てしまいます。なのでこういった柄をですねされたい場合は、あの先ほどのパウダープリントシートがおすすめになります。パウダープリントシートはですね、あの線の部分、イラストの部分だけがプリントされます。で一方ですね、こちら、はい、こちらは黒白共用のシートでしたものです。こちらはですね、はい、まあ中温の温度でプリントできますね。生地に対してダメージはございません。まあ、このデザインですね、先ほどのこちらの白単色生地用でもですね使えるイラストですので、まあどちらかがいいかと言いますと、こちらの方はですね黒白共用のが少しプリントした後の厚みがございますので、薄い生地をしたい、薄い仕上がりをしたい場合はこちらの方がですね白単色生地用のがおすすめです。基本的にこのですね、エアリズム製マスクでインクジェット用でプリントする場合ですね、今言った3つの商品からですね、選んでいただければと思います。次にですね、業務用の転写紙で実験をしていきたいと思います。では次に抜ける転写紙でプリントしたものを剥がしていきます。まあ、こちら抜ける転写紙タイプ W でプリントしたのですが、タイプ B、タイプ D でもですね、同じような仕上がりができますので、ご参考ください。こちらですね、約130度でですね、プレスしましたので、先ほどのインクジェットに比べると、はい、低い温度ですので、生地へのダメージはほとんどございません。このようにプリントされました。実際は仕上げプレスをして完成です。はい、このようにですね、まあ、当然イラストの部分だけプリントがされます。発色もですね、比較的綺麗にできますので、業者様はですね、この白透明プリンター向きのですね、抜ける転写紙をご利用いただければと思います。次にですね、白単色生地用の CRV。こちらはですね、すぐ転写が完了しますので、次もご参考ください。CRV、透明トナープリンター用のですね、転写をしていきます。こちら135度で約10秒ですね、プレスをして、熱いうちに剥がすので終わります。比較的ですね、この作業時間が短くできます。これ剥がします。このようにプリントされました。こちらはですね、まあ比較的イラストの部分だけがプリントされるような仕上がりになりますので、おすすめです。